皆さんはどんなお別れの仕方をしたでしょうか。 JR 札幌駅高架下の商業施設パセオが先月30日に営業を終了しました。新幹線札幌延伸という新たな時代に向かう一方で、パセオとともに長い歴史に幕を下ろす店もありました。鉄板の上で熱々に焼き上がるお好み焼き、ソースの旨味とスパイスにマヨネーズのコクと酸味が絶妙にマッチします。風月パセオ店、1994年にオープンし、子供から大人まで幅広い世代に支持される人気店でしたが、パセオの営業終了に伴い閉店することになりました。ここはなくなると風月の未来が、いつもいい匂いしてたから引き寄せられますよね、ここはね。大学生の時とかの帰りとかに寄ったりしました。いやでも本当寂しいなって思います。はい、風月の創業者二上敏郎さん、今年8月78歳でこの世を去りました。札幌市内で催されたお別れの会は、くしくも風月パセオ店の最終日と重なりました。光さん、風月の2代目社長です。玄関に訪れた常連客や従業員などおよそ300人の参列者一人一人と言葉を交わしました。お父さんにこういう声をかけてもらって頑張れたんだっていう、そういう父の懐かしいエピソードを語っていただきましたし、あとは私に頑張ってねと本当に胸がいっぱいになった一日になりました。創業55年の風月、道内14店舗の中でもパセオ店には特別な意味がありました。パセオ店は創業当時から札幌市中心部にも店を出したいという憧れがあって実現したお店だったので、やはりパセオにお店が出せたということは大きな自信につながりましたし、その後の風月を作り上げていく上で大きな原動力になったと聞いています。創業者の悲願だった札幌駅への進出、道内からも道外からも多くの人が行き交うターミナルの中で、パセオ店は風月の顔としてその名前と味を広めてきました。どうぞお願いいたします。パセオオープンです。パセオはバブル景気の真っただ中、1989年に1階フロアが開業、翌年の1990年には地下フロアも開業しました。ファッションの発信拠点として、家族や友人と集う飲食の場として親しまれてきました。ピーク時にはおよそ210億円の売り上げを誇りました。しかし新幹線の工事のため高架下にあるパセオは営業を続けられなくなりました。付き合ってた人とも来ましたし、親とも来ましたし、もういろんな人と、子供とも来るのかなって思ってたんで、閉まっちゃうんだなっていう感じ。跡地には新たな商業施設がオープンする予定ですが、その時期や名称は決まっていません。入っていたテナント180店舗のうちおよそ40店舗は隣にあるステラプレイスやアピアに移転します。一方でパセオとともに閉店する店もありました。いろんな人に声かけられるので、本当に移転しないんですかってすごい言われるので、他の場所も社長はいろいろ探したんですけども、やっぱり見合う場所がなかったっていうので。1972年創業の魚河岸甚兵衛。
地下の札幌駅名店街から続く老舗の居酒屋です。売りにしていた新鮮な海鮮料理を求め、市民だけでなく旅行や出張で来た人も足を運びました。時間がない中、ちょっと駅の周りで探したの。どうですか、お味は。やっぱ本場は最高ですね。でもね、お買い物もお食事もしやすい場所だったので、残念ですね。この間もお手紙もいただいたぐらいで、本当にその手紙見たとき泣いちゃったんですけども、本当に愛されてたんだなと思うと本当に感謝しかないです。閉店まで1時間を切った風月パセオ店。創業者の父敏郎さんのお別れの会を終えた光さんが駆けつけました。結構ね、人気あるなって、この本で印象的だったりして並んでたんだよ。いやー、ありがとうございます。札幌駅の近くには風月エスタ店もありますが、新幹線延伸に向けた再開発ビル建設のため、エスタは来年の夏に閉店。創業者の悲願だった札幌駅エリアから風月は姿を消すことになります。閉店間際に来た時にまだ満席で、お待ちのお客様5組ほどいらっしゃったので、ここのお店はやはり閉店間際までお客様が満席でにぎわっているというのが、パセオ店の強みというか、いいところだったので、最後までその姿を見ることができて非常に嬉しく思います。店舗は閉店してしまうんですけれども、また札幌駅が開発された時に呼んでもらえるような、ぜひ風月に出店してほしいとオファーが来るように力をこれからつけていって、魅力のある企業に磨いていく必要があると思ってます。風月の中でもパセオ店というのは1、2を争う売り上げのあるお店だったそうで、この売り上げをカバーできるよう札幌市内で新たな出店を計画しているということです。まあ、土屋さん、とにかく大きな太い柱の店だったなってことは分かりますね。そうですね、去年12月に幸せ散歩のロケで本店に伺った際に、社長の願い事が60年後を目指してと書くくらい本当にパワフルな方で、もう社長、あとお時間あるときは各店舗回ってお客さんとこうお話ししているということで力をもらっている、お客さんのおかげでお店が成長していっているというふうに話していて、なのでなんかその店舗にいらっしゃる方も本当みんな温かい方なので、まあ、もし次にできる店舗もね、きっと素敵なお店になるだろうなというふうに思いますよね。そうですね、特に札幌駅は汽車の時間ギリギリまで楽しめるお店ですからね。さらにこのパセオ33年の営業を支え続けた人たちがいます。それが防災センターのスタッフなんです。施設内の警備、落とし物や急病人の対応などトラブルなくパセオを営業するためには欠かせない人たちです。そして営業終了の50日前、防災センターのスタッフはインスタグラムにこんな思いを書き込んでいました。年々年は取り、業務量と体重は増え続け、パセオスタッフから変わったあだ名をつけられたりといろいろな出来事がありました。こんなおじさんたちが頑張ることができたのが、数少ない青春の1ページでもあるパセオがあったからに違いありませんという書き込みでした。そしてこの変わったあだ名というのがですね、画面一番右のキツタカさん、パリラというあだ名でした。これはどういう意味か、はい、名付け親はある店のスタッフで、座っている姿がゴリラに似ていることから、パセオのゴリラで川野さんパリラということだったようです。どんな内容で僕に振ってくるんですか。深い意味はありませんよ。でもすごいなんかお互いのね、愛のある感じが伝わるのと、本当に警備の方とか皆さんいらっしゃってね、ずっと長く続いてきたんだなと思いますよね。そうですね、33年、とにかく多くのお客さんとスタッフにパセオは愛されました。この後商業施設ができるということなんですが、より多くの人から愛される素敵な商業施設になってほしいなと感じます。はい。